5月14日、本庄地内にある大山川堤防で小牧市水防訓練が実施されました。これはこれからの梅雨や台風などの水害に備え、毎年この時期に行われているものです。会場には小牧市や消防本部、消防団に加え、土木建設協会や防災リーダー会など合わせておよそ600人が集まりました。午前8時40分から行われた訓練は、参加者が担当に分かれ5種類の工法を実施します。こちらの工法は、不足した堤防断面を居住地側に確保することにより堤防の決壊を防止する隙回し工法です。いざという時に備え、参加者は協力しながら訓練に取り組んでいました。こちらは月の輪工法です。民家側の堤防斜面に漏水した水が噴き出しているときに、土のうを積んで漏水口の拡大を防ぎます。こちらは板柵とどめ工法です。小牧市には39箇所の急傾斜地崩壊危険箇所が存在します。崩壊する恐れがある場合に応急的に設置し、土砂災害を防止する工法です。最も基本となる積み土俵工法では、土のうを水の流れに対し平行に長手積みに並べます。あまり近くには立ち入らないようお願いいたします。今日の巡視が始まりました。各工法現場の作業状況。訓練では小牧市の山下市長らが巡視を行いました。また市長も広報作業に参加し、杭を打ち込む姿も見られました。およそ1時間後、それぞれの広報が終了しました。昨年度は災害警戒本部が5回設置されるなど、水害への対応が求められています。また訓練は地域住民に公開で行われ、訪れた人たちは家庭にある身近なものを使い、家屋への浸水を応急的に防ぐ都市型水防工法などを見学していました。随分ね、短時間だけども、触ってみたらもうしっかりと組んであるんでね、これだったら大丈夫そうだなという、そんな印象を持ちましたよね。一言みたいな感覚でずっとおったんだけどもね、こうやって実際目の前に、まあ、見させてもらうことによって、こうやってやっぱりやることって、普段からやってることっていうのは多分大切なんだろうなってことは改めて感じますよね。毎年やってるけど、それぞれ人たちがもう真剣に広報をやってるでしょ。それ見てるとやっぱりさすがやなと思うし、自分たちだけでところはいいからということじゃなくて、まあ、全体的に連帯意識をするというようなことが、市民の中にこう意識として向上していくということが大事だと思います。訓練の最後には消防本部の隊員が救助訓練を実施。川に取り残された要救助者を想定し救出を行いました。ロック状況意識に動くの4号意識に了解。よし、ゴーショー、よし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 、最後は山下市長から好評がありました。各候補、自分たちはどう動くのかということをですね、ぜひ想像していただきながらですね、反省をしていただいて、本日の訓練を有意義なものとして、いただきたいというふうに思っております。次回5月30日からの市政だよりは、建築家からのお知らせをお送りします。ぜひご覧ください。